助長は、愛知県東部の東三河地方を流れる河川、二級水系の本流である、豊川市、豊橋市を通るが、中でも豊川市は、市の中心部を通るためか多くの市民に親しまれており、水質保護運動なども行われている。また、豊川市内の堤防には、桜の木が多数植えられており、市内では、桜トンネルや、音和川沿いの桜とともに、 花見スポットとして有名である。春には、スケナガワ桜はオクラリーが行われる。市中心部の金谷橋から海運橋にかけては、遊歩道が整備されており、花見シーズンには、多くの人が桜や菜の花を見ながら、散歩をしたり、写真撮影をしたりしている。豊川市佐渡町では、スケナガワと帯川が合流するところに、触れ合い公園という公園がある。また、 船をイメージしたという出会い橋という橋もあり、どちらも1993年に完成した。なお、帯川は、スケ川と合流する前に土川と合流するが、スケ町という町名は、スケ川の、スケと土川の、とを組み合わせたものである。名称の由来については、流域が、扇状地で川の水を、あたかも七里にやかまどの砂のように洞水する地質のため、 工事以外は流量が少ない様相をなぞらいたとする説が有力である。実際に帯川と合流する手前では、現在も水無し川となることが多い。豊川海軍工廠が開設された1940から1950年代にかけて、改修、整備され、豊川市中心部の流路がほぼ直線上となっている。一方、帯川はもともとは豊川水系であり、 元のが原から谷川町を通って松原用水に流入していたものが豪雨時にはよく氾濫したため好きながの改修と同時期に道川に合流する流路へと付け替えられ洪水の解消と好きながの流量を確保がなされた本流の水源は岡崎市境の袖坂峠付近となるまた支流の帯川、土川はともに旧一宮町域の山間部に源を発する 諏訪川は、豊川海軍交渉開設の際にその外堀の水を集めるように整備された、半人高架線である。名鉄豊川線の諏訪川にかかる橋梁の名は、現在も、交渉排水路橋梁である。一部の外堀に、助訪川の水を導水していた当時は、諏訪川は、助訪川放水路とも呼ばれた。諏訪橋の南で白川に通じる大田川を分ける。諏訪川の本流は、 豊川市稲町で、音は川水系の白川と、約200メートルまで接近するが再び離れて、並行し、河口は、三河林海緑地を挟んで1.5キロメートルほど、離れた、別々の場所となる、豊橋市西浜町から舞芝町にかけての、豊川河口との間には、干潟が形成されている、愛知県豊川市、豊橋市新佐奈川橋、ありがとうございます。